これは森七菜ソニー遺跡はあの有名女優が手引きだそうです。当初はゲーム提携の提案も母の判断で白紙にたそうです。再造ですかまあまあ森七菜ちゃんがね、そのアーベルってちっちゃい事務所からソニーにね、SMA にね、移籍したんですね。で、そのブレイク女優に浮上した独立トラブル疑惑、業界にも衝撃が走っていると。で、完全に森七菜ちゃんの母親が主導したものとされている。 なんか森七菜ちゃんのお母さんっていうのがそのステージママなんですよね。確かね。そういう昔からいますよね。ステージママさんってね。古くはね、ミソラヒバリさんとか、や宮沢りえさんとかのお母さんとかもそうですよね。あのー、一覧性親子みたいな人はいますよね。<laughs> 子供を売り出したいっていうね。えっ、ー、と、森の母は、森の仕事現場にアポなしで訪れ、 関係者に連絡先と交換を持ちかけるって言った、分別な行動の関係者の間で問題視されていたと。森奈々ちゃんは昨年、芸能活動を本格させるために、単身大阪から上京してきてたと。あ、大阪に大分か。大分な。この人大分なんだよね。へぇ。娘を追いかける形で母親も東京にやってきて、森と二人暮らしを始めたと言われてます。なるほど。確か、ネちゃんとかも、これすいません。あの、僕間違ってたら一摘してほしいんですけど、 モネちゃんとモカちゃんが東京に出てきた時にお母さんも一緒に来てたんじゃなかったっけまあだから心配だから来るんじゃないですかね。だからそういう風に。もうお母さんあの実家に帰ったみたいな感じでしたよね。確かモネちゃんのところはね。母親の現場介入が取り出されているその直後から母親は森の日頃の人間関係から仕事に何千点も口出ししている。まあね、そういう人はいると思いますよ。だって森なんちゃんってまだ19でしょ それはねこ、親は心配だと思いますよ。芸能界なんて。そんな森と SMA の中介役を務めたと噂されているのが NHK の朝ドラエールで姉妹役を演じた二階堂ふみだそうですへ。二階堂は森をとても可愛がっ,って撮影現場でも二人でよく話をしていました。そして、そこで本人から、アーベルと森、正確には森の母親とのトラブルを聞いたことを もうきっかけの一つとなって自らの所属する SMA の人間を紹介したと言われています。でもこれ SMA 的に良かったんじゃないですかね。だってどこでも引っ張りたかったんじゃないですかね。で、ね、事務所がね、めちゃくちゃちっちゃいから、まあ、ギリ書いたっていいんじゃないですかね。飛び取りを落とす勢いの、で、ブレーク中の森が遺跡を押してたことで、SMA サイドも、えっ、ー、と、驚きを隠せなかったようだと。 観察や朝顔でしたっけ上野樹里さんの。あまあ、上野樹里さんのやつか。上野樹里さんか。上野樹里さんもあの人アミューズですよ。確かね。なんか話によると、もともとすごいちっちゃい事務所で、でもものすごい、すごい才能を持った女優がいるっていう技になって、確か岸谷五郎さんでしたっけど、違うかななんかそこら辺の俳優さんですよ。あのエクセントリックシアター系の俳優さんが共演したときに、 アミューズにめちゃくちゃ才能のある若手女優がいるってことで上野樹里さんのことを話して、アミューズの上層部も見に行ったらほんとすごい才能だったっていうことで、事務所に話をして、で、事務所で一人だけ引き抜くわけにはいかないギリを、芸能界のギリをか囲ったことで、事務所ごとアミューズに入れたんですよね、確かね。で、その時の上野樹里さんの事務所に行って、全然まだ新人で、 何のな、目も出てなかったのが、吉高由里子さんだって言いますよね。で、吉高さん、吉高由里子さんも結局その後、開花したアミューズの所属っていう形になってますけど、それはもう上野樹里さんがいて引っ張られたから、今の吉高さんもああやっているみたいなね。なんかそんな話もあるんで、結局はやっぱり大手に行けるってことは重要だし、森七菜ちゃんもね、良かったんですか二階堂ふみさんなんてね、もう絶対あの人は、 将来、大女優になると思うんですよね、二階堂さんはね。で、面倒見も良さそうな雰囲気するじゃないですか。結果的に僕は良かったと思いますけどね。まあ、そんな話です。ではでは。